1月14日、梅ラジ第2回ですね、始めていきたいと思います。バイカダです。今日はね、本当はあの野鳥かなんかをね紹介しようと思ったんですけれども、紹介するための野鳥をね、見に行ったところ見事にね、空振りをしてしまったので、ちょっとね、本の紹介で面白そうなね、生き物のことが載っていたので、それを紹介しようと思います。ちなみにね、載ってた本はカウダータっていうね雑誌で、そこにね紹介されていた生物毒の科学っていう本に、面白そうなねカエルの話がちょこっと書いてあったので、それについて、論文とかね調べてみたらすごく面白かったので、それを紹介したいと思います。今日紹介する生き物は、ブルーの石頭ガエルというね、カエルの仲間をね、紹介しようと思います。カエルっていうとね、一部毒のある種類がいて、有名なところだとね、ヤドクガエルとかね、フキヤガエルなんていうのがいて、体の表面にね、強い毒を持っているような、カエルがよく知られています。日本でもね、ヒキガエルの仲間なんかは、背中のイボとか耳のところにある大きなイボにね、毒を溜め込んでいるようなカエルがいたり、から、もっと身近なところでは、アマガエルですね、緑色の小さなカエルですけれども、そのアマガエルもね体の表面に、弱い毒を持っていて、アマガエルをいじった後ですね、その指で目なんかをこすったりすると、目が激しく痛むというようなね、毒を持っていたりします。で、これから紹介するブルーの石頭ガエルというね、カエルは、日本にいる、アマガエルのね、遠い親戚みたいなね、仲間です。アマガエル科の、カエルの仲間ですね。で、住んでいるところは、ブラジルという国ですね。地球儀でいうと日本の、裏側にあるようなね南アメリカ大陸の、国ですね。で、見た目、できれば写真をね揃えたかったんですけれども、見たことも会ったこともないカエルなので、適当なイラストをね、このラジオの、回のね、サムネイルに書いてみましたので、あこういう感じかっていうのをね、見てもらえればと思います。で、まあ、実際にどういう感じかというと、鼻先がね、長くて、ちょっと反った形をしていてね、シャベルみたいなね、シャベル、スコップみたいなね、顔をしています。で、指先に吸盤を持っているので、木とか葉っぱをね、登ることができて、割と立体的な、動きをするカエルです。体の色はね、地味な薄茶色のね、体の色をしていて、黒い筋なんかがちょっと入ったりするんですけれども、目がですね、赤いと、すごく鮮やかなね、赤い色をしているという特徴を持っています。で、このね、ブルーの石頭ガエルも、体の表面にね、強い毒を持っているんですけれども、毒の強さはどれくらいかというと、まあ、毒の強さをね、示す指標っていうのにね LD50 という単位があるんですけれども、その単位で比べると日本のマムシもね、相当強い毒を持っているんですが、日本のマムシが、だいたい 20mg パーキロというね、単位で、ブルーの石頭ガエルに関しては 0.16mg パーキロというね、強さの毒を持っています。これはね、数字が小さければ小さいほど、毒が強いという単位でね、機会があればこの LD50 についてね、説明してもいいんですけれども、多分細かく言うとチンプンカンプンになると思うので、とりあえずこの LD50 の数値がね、低い方が強い毒だと思ってください。で、マムシがだいたい20、ブルーの石頭ガエルが 0.16 ということで、単純に数字で比較すると125倍ぐらい強い毒を持っているというね、ものになっています。ただね、マムシの場合は、毒を直接ね牙から打ち込んだりとか、
液体状の毒をね、注入するということで、割とたくさんの量のね、毒を獲物に打ち込むことができるんですけれども、ブルーの石頭ガエルは体の表面にあるね、毒をちょっとこう差し込むような形で、毒を打ち込んでくるので、あまり毒は体に入らないというようなね、ものになっていますので、毒自体は強くても、人間が死んだとか、そういうような報告は今のところないみたいですね。いや、もし間違い言ってたらすいません。引き続き調べてみますけど、間違いがあったら教えてください。で、このブルーの石頭ガエルで、人間がどうなったっていうね、症状についての資料は見つけることができなかったんですけれども、非常にね、近い仲間の、カエルでですね、人間が、それを摂取してしまったところ、激しい痛みを感じたりだとか、視覚障害ですね、見える機能に障害を起こしたというね、記録が残っているそうです。で、このカエルがどうやって、相手にね、毒を打ち込んでいくのかっていうのがね、非常に面白いところなんですけれども、さっきシャベルみたいなね、顔をしたカエルだという話をしたんですが、実はね、外見上は特にね、見えないんですけれども、皮膚の下のね、鼻先の頭蓋骨のところに、ウニみたいなトゲトゲがついてるんですね。で、そのトゲトゲを、敵にぶつけることで、そのウニみたいなね、トゲトゲが、まずカエルの皮膚を突き破ります。で、カエルの皮膚にある毒を、塗りたくりながら、針が突き出してくるわけですが、それが、敵のね、体に打ち込まれるということで、微量ではあるんですが、毒が敵にね、直接体の中に送り込まれるというようなね、仕組みを持っている、カエルです。非常にね、珍しいらしくて、2015年にね、初めて確認されたということで、こういうね、鼻先にウニみたいなトゲトゲがあって、敵に毒を打ち込むカエルっていうのは今のところ2種類確認されているよっていうね、論文が出ていました。ちなみに、ブルーの石頭ガエル以外の、鼻にトゲトゲを持っているようなカエルはちょっとね、日本語の名前が、見つからなかったんですけれども、グリーニングフロッグというね、カエルで、これもね、このブルーの石頭ガエルよりも、もっと鋭いトゲトゲをね、頭蓋骨に持っていて、それで獲物に差し込むというね、ことがあるようです。ちなみに、これを記録した、研究者の人はこっちのね、グリーニングスフロッグの方には、刺されたことがあるみたいで、グリーニングスフロッグの方がね、毒は弱いみたいなんですけれども、それでも、刺された後5時間、激しい痛みが続いたということがね、書いてありました。非常にね、怖いですね。5時間痛みが続くっていうのはね、大変な思いかと思います。で、もうちょっと、詳しくね、この話をね、知りたいとか LD50 についてね、知りたいよっていう人がいれば改めて、いつかお話できればと思うんですけれども、リクエストがある場合はなんかメールみたいのを送る機能があるみたいなんで、そちらの方にね、入れておいてもらえたらと思います。それではね、これで第2回のお話をおしまいにしたいと思います。それではまた。